はい、皆さんこんにちは。ミズピーのボーリングの部屋、本日はボールの手のターンの仕方ですね、リリースの仕方を少し研究してみたいと思います。多くのボーラーはですね、今は流行りのローダウンとかですね、ツーハンダーとかすごい高速な回転なボーラーが入ってますけども、ちょっと僕はそこまでの研究ができてないので、初心者に向いてますリフト&ターンという形ですね、手をボールの下に入れながら握手をするように投げるという形を、昔から多く習ってきましたので、そちらを少しやってみたいと思います。ボールはですね、縦でもなく横でもなく斜めに回るのがオーソドックスなんですけども、よく手は握手するようにということを言いますけども、そちらをですね、動画にまとめてみましたので、少しご覧いただけたらなと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは一本投げでリフト&ターンを実際行ってみたいと思います。今のようにですね、ゆったりと斜め回転を与えてあげると、ボールが終わることなく、いわゆるロールアウトすることなく、左のガーターまでギュイーと曲がり続けてくれます。ターンが足らないとですね、最後ロールアウトといいまして、曲がりきって最後まっすぐ伸びてしまうという現象が起こります。こうやって親指が抜けるまではまだ手の甲が前に向いているのが理想です。はい、続いて横からの動作を見ていただきましょう。はい、ボールの後ろ側からすくうように前へ送り出してあげるのが大事です。はい、もう一度後ろから見ていただきます。リリースの瞬間はまだ手の甲が後ろから見えてますね。はい、それではサイドターンを少し多い目にしてみます。はい、ボールの底からしっかり前へひねりながら押し出してやるというのが大事ですね。注意しなくてはいけないのは、押しすぎも回しすぎも良くないということですね。はい、ボールの後ろから押し出すイメージを忘れなく行ってください。では回転軸が見えやすいようにアクシスポイントにテープを1枚貼り付けてみました。ボールは右へ出ていっているんですけども、テープはですね、ポケットの方へ向かってぐるぐると回っているのが分かっていただけるかと思います。次にですね、失投例を2つほど挙げたいと思います。今のは3本抜けですね、いわゆるすっぽ抜けの投球です。で、次は指にはかかってるんですけども、スイングが速すぎて手首が折れちゃった時ですね。そして最後はオーバーターンですね。手が回しすぎてボールのメリハリが出すぎてレーンに左右されやすいというデメリットがあります。では私の本来の後ろからの投球をご覧いただきたいと思います。ちょっとオーバーターン気味ですけども、まあまあよしとする範囲ですね。はい、あくまでも振り子運動を重視して、リリースの瞬間にボールの後ろやや下側から拾ってあげるというのが大事だと思います。はい、では最後おさらいでもう一投一歩投げをご覧いただきたいと思います。ボールの後ろからしっかりターンを入れて斜め回転を与えてあげると、こういう形が理想です。ぜひ皆様も参考にお願いいたします。はい、皆様いかがだったでしょうか。ボールはですね、リリースの向きによりまして、回転の向きが決まります。回転軸というのが非常に大事でして、縦でもなく横でもなく斜め回転ですね、見ていただいた途中にありました通り、テープがですね、1番ピンの方向に向かってぐるぐると回っている。そしてボールは右に出てきますけども、1番ピンの方に向いていることによってフックするということが非常に大事だと思います。ボールにはですね、スキット、フック、ロールという3つの要素があります。このスキットが適度で
回転軸が変わりまして向きが変わることをフック、そして最後一番ピンの方向に向かって加速するように転がっていくのがロールということですね。このロールが多すぎるとロールアウトといいまして、最後曲がり切った後に直進してしまうというところがピンに当たるときに弱くなってしまう要素でもあります。またスキットが長すぎてフックが奥の方になりまして、ロールに入る前にピンに当たりましても滑ったままポケットに当たるとテンピンがタップするということですので、非常に回転の向きと回転の数とレーンと合わすというのが非常に大事になってくると思います。はい、本日は短いですが以上となります。またゆっくり丁寧にやっていきたいと思いますので、どうぞ引き続きご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。 Twitter のフォローもお願いいたします。それではこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。